中学校ぐらいまでやってて、うんうん、最近もダンスを習ってます。でも中学校の時までは結構毎日のようにダンス通ってやってたんですけど、そこから高校になってやめちゃって、サンデスケンとかやめちゃってからは、あのミックスチャンネルっていうアプリで、あの双子ダンスっていう上半身だけで踊るダンスを2人で、あのやっぱ続けたいなってことでやってます。今回その曲も本当に初めてレベルでこう歌わせていただいて、でこう初めて振り付けができてっていうのだったんで、すごい初めてのことだらけで、自分たちもとてもワクワクしながら挑戦させていただきました。しかもなんか2人で踊ることはあっても、もう小中学生の子たちと踊る機会とかなかなかないので、すごい嬉しい。なんかちょっとこうみんなでこう縁になったところとかあったと思うんですけど、そういうところはみんなでこう目を合わせたりとかしてしていただけたら、なんかより楽しさが増すんじゃないかなと思います。ニカたちも頑張らなと思って審査員もしたことがないので、すごいドキドキしてるんですけど、こう自分たちの楽曲でみんなと一緒に楽しめたら嬉しいなと思います。で今回そのコンテストとかコンクールみたいな感じだと思うんですけど、みんなには本当に楽しんで思い出を作る感じで踊ってほしいなって思います。